はい、皆さんこんにちは、こよです。今回は目の描き方について話していきたいと思います。はい、皆さんのね、目の前には2つの目があると思いますが、どちらの方がすごいリアルに見えるでしょうか？まあね、まあ皆さん多分こっちの方がリアルに見えるんじゃないかなと思います。ではね、なぜこっちの方がリアルに見えるかという理由をお話ししていきたいと思います。まあ、よく見てみると、なぜねこっちがリアルに見えないかというと、こっちの目はこのこっちの情報がね、この強く見えてしまうせいで、あまりこうリアルに見えなくて、こっちはこういう丸みだったり、こういうベースの形が先に見えてからのこのまぶたの情報が見えるので、こっちの方がねすごいリアルに見えるんだけれども、よく見てみると白目の部分とかって、こっちの方がね色が乗ってるんだよね。白なのにこっちの方が色が乗ってて、白くないのにこっちの方が白目で白いはずなのに、なんでこっちの方が、リアルに見えるのか、まあそれにはねからくりがあるので、それを、今から説明していきたいと思います。はい、ちょっとね簡易的ではありますが、ここに2つの、角度から目を描いてみました。こっちが上からで、こっちが横からなんですが、これを見てもらえると、この目って自体は下面を向いてます。そう、下面を向いてるので、まあよく球を描くときに一番上から光が当たってるところは一番明るいんだけれども、だんだん色が乗ってきて影面に入るとこう色が乗って、だんだん暗くなると、まあすごいラフだけどね、こんな感じで描いてみましたが、まあそういう、まあデッサンのね光と影のからくりがある中で、この目っていうのは下面を向いてるわけだよね。ってことはここの部分の色味になるわけですよ。そうだから、そうだね、まあ白目がいくら白くても下面を向いてるってことになるので、ある程度影の色が乗るということで、この白目の部分が白じゃないんだけど少し暗くなる色合いになるっていうのがまず一つで、もう一つ、こういう風な形でこっちから光が当たってたら、まあここが明るくてだんだん暗くなるようなトーンになっていくよね。こっちはまあどっちもすごく明るく見えるんだけれども、こっちはよく見てみるとこっちが明るくてこっちが暗くなっているっていうトーンの変化があるから、こっちがよりリアルに見えるという話になっております。ではね、まあこんな形で、考察しましたが、今から実際に目を描いていきましょう。はい、ではね、まず当たりから撮っていきましょう。まあ大体こんな感じになるのかな。こうしてまず、そしたら次は上を決めて、次は下を決めます。で、下決めて、まあ大体のざっくりとした、まあ形取りをしてあげてください。まあラフにねしてもらいます。まあ大体こんな感じ、この二重と、まあ、あと眉毛っていう感じで、形を取ってもらえたら、次はね、中心を引きます。ここの丸のこの一番出っ張ってるところはどこかなっていうのが、まあ、大体この辺に来ると思います。そしたらまずはこっちが明るい、こっちが暗いっていう情報を入れましょう。はい、こっち暗い、こっち明るいの情報を入れます。まずはね、まあまぶたを描くんじゃなくてベースのトーンを入れていきましょう。そしてどちらも下面を向いていますので、次は全体に暗さを入れていきます。そうすることによって全体的に下を向いている情報が今入りました。まあその情報が描けたら、次はまあ全体的にちょっとね細かく描いていきましょうという感じです。そしたらこういう風な形でまぶたの感じを少しニュアンスを追っていきます。この時にこう線でピッチリ描くってよりかは、まあ、だんだんとこうなるように少しラフな形で描いていきましょう。うん、そうするとすごいね描きやすいと思います。ちなみに補足なんですけど、ちょっとね画面の端っこに描きすぎてすげー描きづらいっていうね。そう。まあリアルな目を描くときは、まずはね暗くすることをねしっかり意識しておいてください。これはね他のいろんなモチーフには入れるので、まずはその形が下を向いてるのか上を向いてるのかで、左右でどういう形の変化があるのかをしっかり追いましょう。そしたら大体こんな感じでできました。そう、これでもう大体のトーンが乗ってきましたね。そしたらねもう黒目入れちゃいましょう。はい、黒目入れます。
まあこんな感じ。まあざっくりとダイジェストで、ダイジェストっつうか、まあベースのね、どういう風に書き始めればいいのかってのを、説明していくっていうような感じですね。はい、こんな感じ入れました。で、このままだとまだ白目になってないよね。うん。そうそうそう。まあなんで白目に見えていくかっていう、まあからくりまでね、話せるといいかなと思います。とりあえずここまで載せました。で、ここは中心ってことで、まあ、とりあえずここまでかけたら、ちょっとね、色こすって定着させましょう。よいしょ、こんな感じで定着させます。まあ全体的に下面だけど、こっちの方がもっと暗いってことで、こんな感じで、定着させてください。そしたら、まあ、こんな感じでかけましたと。そしたら、少し白抜きつつ、ここはね、まぶた見ても上面を、こういう風な形で、上面を向いてるので少し抜いてあげてください。でも影の中なのでそこまで明るくないよっていう感じなんですが、まあこんな形からこういう風に変えていって、そしたら、なんだろうな、少しまたまぶたを強くしていきます。そうそう。こんな感じで変えていくわけです。で、ここにはね、涙袋っていうのかな、なんかこめかみ？なんだっけ？まあなんかあるよね、ここにひだみたいな。そこまでしっかり置いていきましょう。このひだはこっちの白よりも色がのるんで、またさらに色をのせてあげてください。こんな感じね。そうそう、はい、こんな感じで描きます。そして黒目もこっちのひだよりもこっちの黒目の方が弱くなったので、もう一回黒を強めていきましょう。そうするとほら、だいぶどう？白いところが白くなってきた。そう、まあ実際に色は乗ってるけど、その絵の中でしっかり白と黒の関係性が、なんだろうな、その明るい順序とか暗い順序がちゃんと保たれてれば、ちゃんとね、その中では白く見えてきてくれます、大体。なので、まあその例えばデッサンとか写真模写とかするときに、あ、なんかここ実物の写真より明るくなっちゃった、暗くなっちゃったって結構みんな気づくと、気づく時があると思うんだけれども、それって、相対的な変化でしかないので、まあ、そういう場合はもしかしたらね、そこを明るくするべきかなのかもしれないけど、よくよく立ち返ってみると周りが暗くなってなかったりとか、そういうことがね、往々にしてよくありますので、その辺をちょっと意識してもらえるといいと思います。こういう風にね、乗せていくとだんだんまたここが白くなってきたりするでしょ。そうそう、まあ今日はね、もうパパッと変えちゃいますので、で下もね、ちゃんとこういう風に下面がどこまであるのか、おそらく眼球って丸だけど、こんぐらい大きな丸なわけだよね。だからここまで下面がしっかり続いてるよっていうことをね、意識してもらえるといいと思います。まあこんな感じで描いていく感じかな。よし、まあ大体描けてきて、そしたらね、ちょっと色差が弱くなってきてるので、この左右の色差をもうちょっと出していきます。うん、こうすることでね、よりまた強くなっていくわけだな。で、まあ大体ここまで描けたら、ちょっとね、もう早めに毛も描いていきましょう。まつげもね、しっかり描いていきましょう。よいしょ。まあ、ちょっと今ラフに描いてますが、まあ、こんな感じでだいたいまつげが描けましたとなったら、次はそうだな、黒目の また中のね、黒いところを描いて、よりトーンをね、深めていきましょう。今ラフに描いてますけどね。そうそう、でこう描けましたと。そしたら、ここの、わかるかな、横から見るとこのまぶたって眼球よりも少し前に出てるよね。そうするとこっちから光が入ってきた場合、この眼球の影がここに落ちますよね。だからここがね、一回暗くなるのよ。って考えると、きっとこの辺に影が落ちるだろうということで、上の影がこう落ちていくわけだね。でここは暗くなりますということです。よいしょ、こんな感じで暗くなると。でちょっとね、透明なものなので、光面に近いほどちょっとね、固有色が見えるということで、少し光に近い時の方がこう色が乗っていくような、そういう仕掛けを作ってあげてください。はいと。
で、そしたらね、白目のところも影を置いていきます。光源に近ければ近いほど影のこの隙間が狭くてだんだん広がっていくみたいな、そういうところまで表現できるといいと思います。まあ、こっちもねちょっと影がこの辺まで落ちてるかなって感じするんで、まあこんな感じで描いてあげてください。うん、もうただディテール描けば、まあ、リアルになるところはちょっと割愛します。で、少し形ももう少し強めてあげて、そうそう、塔の積層なかなんかで結構あの形はまた強くなるので、白目と映像も結構暗くしたりするでしょ今。ちょっとねそこ参考にしてもらえると嬉しいかな。はい、とまあこんな感じで描いて、でここのね涙袋かわかんねえけど違うわ、なんかこめかみ、ちげえ、わかんねえ。まあここ描いて最後ここも描くと、よしってなったら最後ねハイライトを置きましょう。よいしょ、ちょっと待ってね。でこの辺も下面だからしっかり下面にしときます。よいしょ、ちょ黒目がちっちゃいなよし、よしと、まあこんな感じで描けたと。そしたらそっか、ハイライトをね入れていきます。基本的にこの落ちてる影の落ちてる影のこの影の中にハイライトは映らないので、ちょうど境界にハイライトが映ると思ってください。なのでこの辺かな、この辺にハイライトがきます。でハイライトは結構カチッと、こういうね質感を出す場合は結構カチッと描いた方がいいので、最後でちょっと片鉛筆かなんかで結構周りを強めてください。少しねこうやってちょっとここら辺はグラデーションでやりつつとかで、ちょっとねあのまつげの影が落ちたりとかするよねこの辺に。よし、でちょっと白目と黒目のトーン差があるんでここちょっと描きつつでやるとどうでしょう。だいぶちょっとリアルになってきたんじゃないかな。うん、どう、遠目で見るとちょっとリアルに見えてきた。そう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 、こんな感じで描けると目はリアルになっていくんじゃないでしょうか。よく見てみると、まあこっちもねだいぶ時間かけてちょっとね描いてみたけど、あのこっちとこっちと比べるとすごいこっちの方が空間的によく見えるでしょ。で、ディティールはね全然描いてないの。この光彩の感じとかも全然描いてないんで、こっちの方がめちゃくちゃ描いてるよね。だけどこっちの方がリアルに見えないかな。そう、それはこのベースの形だったりとか空間性がとてもうまく描けてるので、こういう風な形でリアルに見えてくるわけなのです。なので、目を描くときはね、まずこういう風な球体があって、まあ、こういう形があったり下面向いているよっていう情報を捉えつつ、まあ最初僕がやったようなちょっとね当たりのつけ方とかそういうのをちょっと意識して変えてもらえると、より目がうまくいくんじゃないでしょうか。ではね、これで以上になります。よかったら、チャンネル登録高評価等よろしくお願いいたします。では、最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。